スチュワートは、アメリカ海軍の駆逐艦。ベインブリッジ級駆逐艦の一隻。艦名は、チャールズ・スチュワート提督にちなむ。スチュワートは1900年1月24日に、ニューヨーク州、モリス・ハイツのガスエンジンパワー車で寄港した。1902年5月10日に、ポール・リー・クック夫人によって、命名、浸水し、1902年12月1日に、 艦長フレデリック・エイトラウト大尉の指揮下収益した。収益後スチュアートは海軍兵学校で短期間任務に就き、その後来た大西洋艦隊の沿岸戦隊に加わった。1906年にバージニア州ノーフォークで予備役となったが、1907年に大西洋艦隊で再収益し、翌1908年には太平洋艦隊に転属となる。 アメリカ海軍初の駆逐艦グループの一隻として、スチュワートは短期間で旧式化した。1916年2月24日に、海軍省は、駆逐艦1号から16号までを、もはや艦隊と共に任務を果たすには適さないと、決定した。これらの艦は、以降、沿岸水雷艦として分類された。しかしながら、この決定はスチュワートが第一次世界大戦において、 活躍するのに、妨げとはならなかった。アメリカ合衆国が1917年4月6日に、ドイツに宣戦線布告すると、スチュワートは、パナマ運河の大西洋が入り口、コロンビア沿岸の紹介を行った。続いて5月11日以降は、運河の太平洋が入り口を紹介した。7月5日、スチュワートは、大西洋に戻り、 7月22日から8月11日まで、フィラデルフィア海軍造船所で、海外任務のための回収が行われた。8月13日、スチュワートは、駆逐召艦隊と共に、バミューダへ出港した。しかし8月16日に到着したものの、湾において座礁し、修理が必要となった。フィラデルフィアでの修理は10月10日まで行われた。 10月11日にスチュワートは、ヨーク川の基地を拠点として、護衛艦任務を始める。訓練のため一時中断した以外は、護衛任務は1917年12月31日まで続けられた。スチュワートは、フィラデルフィア海軍造船所に入居し、再び海外任務のための回収が行われた。1918年1月15日に出居し、スチュワートは、 翌日、ウォーデン・ホプキンス、マクドノー、ポール・ジョーンズと共に、ヨーロッパでの任務に出向した。1月29日から2月4日まで、アゾレス諸島で停泊し、スチュワートとウォーデンは2月9日に、フランスのブレストに到着、17日から、戦団護衛任務を開始した。1918年4月17日、スチュワートが、キブロン湾に入港したとき、 火薬と鉄鋼を積んだアメリカ戦績の汽船フローレンス・エイチが停泊中に爆発した。スチュワートは生存者9名を救助し、乗員は勇気を持って救助に当たったとして海軍長官によって表彰された。4月23日、スチュワートは2機の水蒸気が潜水艦に対して爆弾を投下するのを目撃する。スチュワートはその地点に急行した。1機が 艦の上空を飛行し、観測兵が潜水艦の位置を指摘した。スチュワートは、最初に潜水艦の功跡を見つけ、続いて潜望鏡を発見、最後に水面下の船体を発見した。スチュワートは、フランスの護衛艦が潜水艦に体当たりしようとしたため、最後の瞬間に方向転換を強いられたが、2発の爆雷を投下した。 爆雷は爆発し海面に大量の油が浮き上がり、この戦闘は当時は戦果を上げたと評価された。しかしながら、この攻撃を切り抜けた潜水艦 U-108 は数日後にポーターによる攻撃で損傷し、最後は終戦時にハリージで降伏した。3日後、ノームの中スチュワートは未確認の小船と衝突し損傷する。 スチュワートは5月28日まで修理作業が行われた。8月4日にスチュワートは敵潜水艦に対して別の攻撃を行ったが戦果は確認できなかった。第一次世界大戦の停戦協定が1918年11月11日に成立するとスチュワートは戦団後衛任務を終了した。スチュワートは11月26日にプレストで 修理のためカンドックに入居した。12月9日、スチュワートは、他の4隻の駆逐艦と共にブレストを出港し、2日後、ヨーロッパに向かうウッドロー・ウィルソン大統領を乗せた、船団を追い越すと、アゾレス諸島とバミューダに停泊し、1919年1月3日に、フィラデルフィアに到着した。スチュワートは1919 19年7月9日に、 退役し、9月15日に、助手席、1920年1月3日に、フィラデルフィアのスクラップ業者ジョセフジーヒトナー社に、売却された。ありがとうございます。